ビルヘルム・ホフマイスタービルヘルム・ホフマイスターは、ドイツの生物学者、植物学者である。植物比較形態学、植物発生学に貢献した。コケ植物、シダ植物、ラシ植物の生活史を研究し、植物の受精、世代交代についての多くの事実を明らかにした。細胞分裂に、細胞核の分裂が伴うことや、ラシ植物と、 皮脂植物の区別を明確にしたライプツィヒの出版業者の息子に生まれ15歳で学校を止め父親の知り合いの書店で働いた彼の研究は働きに出かける前の早朝の4時から6時にかけて行われた27歳で植物の世代交代に関する画期的な論文を発表した大学で教授職を得るのは百六十三年になってからで ハイデルベルク大学で教授となり、1872年に中ビンゲン大学に移った。植物の世代交代の気候の発見者とされ、配偶体生成と胞子体生成の生活感のあることを提案した。この著作は1851年、ダーウィンの種の起源の出版の8年前に出版された。1848年には細胞分裂に、 細胞核の分裂が伴うことを観察していた。ホフマイスターの生物学への貢献は広く知られることなく、ドイツ語の著作が一つだけ英語に翻訳されただけであったが、その先駆性が評価されている。ホフメーストは植物の学名で命名者を示す場合に、ビルヘルム・ホフマイスターを示すのに使われる。ありがとうございます。